やっほー、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるこんにちは、みさきチャンネル、みさきです。今また暑い中ワゴンアールに行ってるんですけど、まあまあまあ今まで、いろんなことしてきました。何したっけまあ何したっけ、天井を剥がしたり、床をめくったり、椅子を取っちゃったり、もういろいろしてきて、今現在こんな感じです。めっちゃスッキリやんって思うんやけど、めっちゃ汚いねん、こういう跡とか。さあ、めっちゃこいつバリキモいねん。なんかわかるかな、プニプニしてんねん。なんなんか分かれへんけど、こういう汚れがめちゃめちゃあるんで、今日はもう大掃除していきたいと思います。まず掃除一発目、砂とかがすごいから掃除機で吸っていきたいと思うんやけど、この掃除機めっちゃうるさいから、ちょっとうるさいと思う。立ち上がるってなったらやっぱ狭いな。とりあえず掃除機 OK。 どこ取ってん掃除機終わった次は拭き掃除や。よし、これで綺麗になるでしょう。こういう車の汚れってさ、何汚れになるんかな。油なの、なんかどんな洗剤使っていいかも分からへんけど、とりあえず拭いて取れるか取れる気せんねんけど、こんなんこんなんこんなんって何汚れ、 何汚れ、あ、取れてるわ。ほら、ちょっと綺麗に乗ったもん。よいしょ。よし。あ、オッケーオッケー。こんな感じで。倒れるわ、熱すぎる。いや、ほんまにニュースとかでさ、熱中症で倒れてる人とかよう聞くから、マジで皆さん気をつけてくださいね、怖いから。よいしょ、熱い。じゃあちょっとこの横で撮るわ。うわ、めっちゃ汚い。なんなん、このタオル死んだわ。あ、でもほい、綺麗になった。あっつ、ちょっとタオルチェンジ。
バーンって水かけたいな。でもブラシとかで擦りたいよな。でも一応車やから水かけたりとかしたら潰れる。水没する車、水没車というかさ、どこまで水入ったら車って動かんくなるよ。こんなんに水触れた時点でアウトなのかな。結構なんだかんだ吹いてたらさ、どうよどうよ、よいしょ、こういう汚れとか。まあ結局さ、結局やで、今拭いてんねんけど、ここフローリングになるから、私の計画では。だから、まあ、まあ見えへんっちゃ見えへんから、ちょっとある程度綺麗に。あ、なんかさ、こういうのもめっちゃ気になってきた。めっちゃ汚いな。ここはちょっとあれやわ、フローリング張らんからさ見えちゃうわ。よう見たら汚れとかめっちゃあんねんけど。あ、取れる取れる、完全タバコの跡やもん。どこで吸ってんねんな。トランクやで、ここバイク、バイクの跡。こんな暑い日にバイクで走んのも暑いわ。よいしょ。はい、ええ感じ。あー、なんか汚いのが見えた。まあいいか。部品とかもさ、どうやっていたほって、めっちゃむずいんやけど。全部この辺隠すやん。マジで掃除してる意味ってなってきたんやけど。もうええか、もうある程度綺麗になったやろ。どう、もう無理、もう暑い、もうティッシュティッシュティッシュ。誰がこんな捨てられるの。無理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 、帰ろう。